皆さんおはこんばんちは、ミラクルゴルファーマモプです。このコーナーですね、私のレッスンしている中で気になっている、ね、ポイント、簡単に言うとここ直したら良くなるのになっていうね、すごく簡単な部分が結構たくさんあります。そういった部分をコンパクトにね、一つ一つ、ポイントをねおさらいしていただけたらなと。で皆さんでね共有してチェックしていただければなと思います。行ってみましょう。今回ですね、今回のポイント、グリップ編です。はい、グリップね、気になるね方多いんですよ、見てて。でそれがね、非常にそこだけ直すとねすごく良くなるのになって、スイングも良くなるのになっていう部分があるので、そこをね確認していけたらなと思います。でも、ね、なかなか動画で分かりづらいかもしれないんですけど、一番のポイント、私がすごく普段レッスンしてて気になる一番のポイント、これはね右手のね握り方です。右手ですね。左手は比較的ね、皆さんスッと握ってる方多いと思います。で以前私のこの動画でもグリップの握り方っていうのは非常にチェックをしたんですけども、なかなかねすごくね初歩的なことなんで忘れてしまいがちな部分です。はい、でそこでねちょっとチェックをしていきたいなと思います。こうしてみたら分かりますかね、こう正面で見ますか。はい、左手ね持って、右手、非常に多く見かけるのがこういうグリップの人、こう右手がねこういうグリップ、分かりますかね、右手のグリップですね、こういうグリップの人多いですね。でここの部位が右肩向いてくださいって習うんですけど、こういうグリップですね、こうしている人が多いです。右肩向いてるんですからね、確かにね、ですけどこういうグリップになってしまうと、もしくはこうですね、はい、こうやって持ってる方多いですね。あと親指に、ね、すごい力が入ってこうやって持ってる方もいらっしゃいます。これね原因があるんです。右手の持つ位置、左手に対して右手がね、この分かるよね、右手のこの付け根の部分にねクラブを置いて包み込んで持っちゃう人多いんですよ。なのでこういうグリップになりますね、わしづかみですね。こうなるとね、ここから前腕から上腕ですね、ここの内側にかけてがものすごく力が入るというか力感があるんですね。分かりますかね、ここ力こぶが出ちゃうんですよ、こうやって持つとね、こうやってね、この状態で持ってくると腕が突っ張って上がる方が多いですね。はい、なので簡単に言うと、これ簡単に言うと根っこじゃなくてこのね指の付け根じゃなくて一つ関節ずらしたぐらい、ここでね乗っけておいて持つ、そうすると親指があってね全然力入らないんですよ、ね、そうするとここにも力が入らない、もう手がスムーズに上がるんですね。ということでこのねグリップ、皆さんねちょっと気をつけて持っていただければと。これチェックしてみてください。単純です。付け根じゃなくて少しずらしたところで持つ、ね、そういったところを気にしてみてください。全然スイングが変わってくると思います。以上ワンポイントチェックでした。アンプでした。